地理歴史は日本の学校教育における教科の一つ。地歴と省略して呼ばれることもある。高等学校に設置されている教科で、小中学校の社会科で取り扱われる内容のうち、地理的分野、歴史的分野に対応する。地理、日本史、世界史といった科目を取り扱う教科の名称として、この呼称を使用する。地理歴史科の発足以来、学習指導要領では、地理、日本史、世界史の各分野について、標準単位数2単位の科目と標準単位数4単位の科目の2種類がそれぞれ用意され、地理歴史科は以下の6科目で構成されている。原則として以下の1及び2の内容をすべて満たすことが必要である。地理 A、地理 B、日本史 A、日本史 B から1科目を選択必修、世界史 A、世界史 B から1科目を選択必修すなわち、世界史は必修で、加えて、地理と日本史のどちらか少なくとも一つを選択履修することになる。なお、地理歴史科に属する各科目の履修学年や履修順序は指定されていない。多くの学校では、A 科目と B 科目を一つずつ世界史を含むように、教育課程が組まれていることが多い。そして B 科目を入試の選択科目として受験するため重点的に、学習を行う。新しい学習指導要領では、地理総合、歴史総合、地理探究、日本史探究、世界史探究に再編される。このうち地理総合、歴史総合の2科目は必修である。必ず履修科目、地理総合及び歴史総合の履修学年は指定されていない。一方で、選択科目となる探究科目については、地理探究は、地理総合を履修した後に、日本史探究、世界史探究は、歴史総合を履修した後に履修することができると指定されている。従来は、高等学校にも社会科があり、現在地理歴史科で扱っている地理や歴史の内容は、社会科で扱っていた。しかし高等学校社会科は、再編によって、地理歴史科と公民科に分割されることになり、地理歴史科は、公民科とともに1994年度第1学年から学年進行で導入された。しかし現在でも地理歴史科と公民科を合わせて社会科と呼ばれることもある。文系では英語、国語とともに重要な教科となっている。国公立大学の多くは公民を含めた2教科から選択する必要があり、二次試験で地歴が課されることがある。ただし国私ともに地理を受験教科としない大学が相当数存在する。一方の理系ではセンター試験のみ必要で二次試験として地歴を課さない大学がほとんどである。私立大学では入試教科外となっている場合がほとんどである。富山県の高校で2006年10月、本来ならば世界史を含めて2科目以上履修しなければならない地理歴史科の科目を大学受験対策として1科目しか履修しないカリキュラムにしていたことが判明した。したがってこの高校では世界史を選択した生徒は地理または日本史の単位が不足し、地理または日本史を選択した生徒は必修の世界史を履修していないことになり、全員が履修要件を満たしていなかったことになる。その後の調査の結果、全国的にも同様の事例が多数報告された。この問題の詳細は、高等学校必ず履修科目未履修問題を参照されたい。国際社会の進展に伴い自国の歴史や文化などを理解する重要性が高まっている。そのため、日本史を必修科目にする意見が多く出されており、都道府県単位で必修科目化への動きがある。東京都は、日本史科目を選択しない学生向けに、江戸から東京へという日本史の科目を必修化した。神奈川県でも日本史を履修しない生徒向けに、県独自の学校設定科目を複数設置、日本史を必修とした。また、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県は、文部科学省に対して、日本史を必修科目にするように要望を出した。文部科学省の審議会でも必修化の方向で議論が進んでいる。その結果、日本史と世界史を合わせて近現代を学ぶ歴史総合の科目が設置されることになった。ありがとうございます。